ドイツ・バイエルン州のクライナー・アバージー・コウキ島とは、地上で水草などの植物の意外が積み重なり、データン化して水面に浮いているものを言う。世界的に多数分布し、中には面積数ヘクタールに及ぶものもある。自然のものが圧倒的に多いが、人口の浮島も存在する。イタリア・ラツヨ州、フロジノーネ県のポスタ・フィブレのコウキ島は、熱帯から寒帯まで見られ、 その成立や素材は地域によって異なる。冷温帯から寒帯では、水苔などの生育する、いわゆる高層湿原で、分解されにくい植物質が蓄積し、その表面で成長が行われるうち、仮面が皆底に届かない部分が水面に広がるようになり、それが切り離されると浮島となる。団体や熱帯では足、太い、ガマなどの中水性の水草は、 比較的水深の浅いところに生育するが、水深が深くなると根が低質を離れて浮いたまま生育することがある。これが長期間続き、嵐などで岸から離れると島のようになる。大きくなるとその上に水草以外の植物からなる植生が生じることも多い。日本では新宮市の浮島の森が最大で上には木が生えている。この場合、地下に 湧き水があり、水温が低いため、植物質の分解が遅くなり、浮島化を助けたとも言われる。ごく小規模のものは他にもある。ニュージーランドのケルマディック諸島では、2012年に海底火山の噴火が原因と思われる浮島が出現した。この浮島は軽石によって形成されたもので、7月28日に出現した後、徐々に面積を拡大し、 翌8月13日には全長約450キロにまで達している。父カカ湖に浮かぶウロス島人口の浮島は水草を積み重ねて作るもので有名なのは南米父地カカにおいてウロス族の人々がトトラで作る浮島である。彼らは新しいトトラで修復を繰り返しながらその上に住んでいる。彼らは元来近隣の民族による攻撃から逃れるために これを始めたと言われる。アステカの首都テノチティトランの周囲にはチナンパという人口の農耕用の島が多数あった。これも浮島と呼ばれることもあるが、実際にはデードが積み重ねられるため埋め立て地となったものである。AB 南太平洋に軽石の島が出現なショナルジオグラフィック。ありがとうございます。